はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。皆さんはね、各界のロイヤルファミリーって言葉聞いたことあるでしょうか。まあ、ロイヤルファミリーといえばね、まあ、イギリスでいう王族、まあ、日本でいう天皇家ということになるんでしょうかね。各界ではね、花田一族が各界のロイヤルファミリーと呼ばれています。花田一族といえば、土俵の鬼と言われた初代若乃花さん、そしてプリンスと呼ばれた初代貴乃花さん、そして若貴フィーバーを巻き起こした、まあ、若乃花さん、貴乃花さんということで、この一族、花田一族だけでね、3人の横綱と1人の大関を出しているという、まあ、とんでもない、まあ、大相撲界の一族なわけなんですけども、まあ、今回からはシリーズということで、この各界のロイヤルファミリーについて詳しく話していきたいと思います。まあ、この花田一族、解釈によっては2代目若乃花さんが入ってきたりとか、まあ、他にも力士がいたりとか、まあ、いろいろ変わるんですが、まあ、今回のメインは初代若乃花さん、初代貴乃花さん、そして若貴の2人と、まあ、この4人にね、ちょっとスポットを当ててやっていきたいと思います。第1回目の今日はね、土俵の鬼と呼ばれた初代若乃花さんについて話していきたいと思います。それではスタート。はい、それではね、初代若乃花さんの概要をね、ざっくりと見ていきたいんですけども、初代若乃花幹事、本名をね、花田勝治と言います。1928年3月16日生まれ、青森県の弘前市青名子というところが出身地とされています。第45代横綱として活躍した若乃花さんなんですが、身長はね、179センチ、体重は107キロということで、まあ、身長はね、この当時にしたら、まあ、今でもそうですよね、179って言ったらまあまあある方なんですが、体重107キロというのは戦後のね、横綱としてはね、最軽量となっています。107キロですかね、今の僕ぐらいということで、まあ、かなりね、まあ、今のね、大相撲、今の比べてもダメですけど、今の大相撲のね、幕内の平均が170キロとか言われてる時代から考えるとね、かなり軽量であったことがわかると思います。さあ、そしてね、その軽量ながら得意技はね、大技呼び戻しということで、呼び戻しってね、もうめちゃくちゃこのパワーに物を言わせてやるぐらいにしかやることがなくて、まあ、僕も決めたことはないんですけども、まあ、このなんか腕だけで相手をひっくり返すみたいな大技なんですけど、それを得意としていたということです。そして優勝回数はね、10回と2桁を数え、土俵の鬼と呼ばれていました。まあ、このね、呼び名は聞き馴染みがある方もね、多いと思います。そして同時期にね、栃錦というライバルがいて、この横綱栃錦とは毎場所のようにね、2人で優勝を分け合って、戦後最初の黄金期である栃若時代というものをね、この2人で築きました。さあ、そして最初にもちょっと言ったんですけども、初代貴乃花さんは実の弟であり、さらにね、第65代横綱貴乃花さんと第66代横綱若乃花さんは自分の甥に当たると。はい、まあ、まさにロイヤルファミリーということです。さあ、それではね、この若乃花さんの幼少期からちょっと振り返っていきたいと思います。まあ、先ほども言ったように、この若乃花さんはね、青森県生まれるんですが、青森県のね、リンゴ園の農家の10人兄弟の長男として、まあ、生まれました。まあ、1929年生まれですからね、まあ、当時は子供たくさんいるの普通ですから、まあ10人もいたでしょうって感じでしょうかね。はい。まあ、リンゴ農家として生まれるんですが、1934年に室戸台風というものが来て、この作物が、ね、全滅しちゃいます。はい。一家は破産、もうリンゴ園も続けられないよという状態になりました。そしてその後ね、北海道の室蘭というところに一家で、まあ、移住します。そこでね、若乃花さんは、まあ、長男ということもあって、まあ、船の荷物をね、下ろしたりとか積んだりとか、もうそういう力仕事をずっとして、まあ、このね、体を鍛えつつっていうか、まあ、体を使いながら働いて、まあ、家族を養いつつ、まあ、あとね、お父さん、この若乃花のお父さんっていう方が、まあ、戦争に行かれて、まあ、怪我してね、まあ、傷痍軍人っていうんですけども、まあ、そういう状況になっていたので、まあ、父に代わってね、家計を支えていたと言われています。さあ、そんな若乃花さんに1946年、まあ、大きなチャンスがやってくると。この1946年、大関佐賀の花らを抱える二所ノ関一門がね、まあ、巡業にやってくるんですよ。そしてその相撲大会に若乃花さん飛び入りで参加します。はい。そして参加するだけじゃなくて、
力士数名倒しちゃったと。はい、素人っていうかね、船の荷物運んでた少年が力士倒しちゃったと。でこれは強いやついるなということで、当時大野海さんというね、まあ、後に師匠になる方がいらっしゃるんですけども、その人の目に留まって、西の関部屋に大野海さんの内弟子としてね、入門することになります。ただこの時ね、条件がつけられたらしくて、条件はね、3年で関取にならなければ、まあ、家に帰れというね、そういう条件があったとされています。さあ入門後、この若野花さんなんですけど、この二所ノ関一門、二所一門っていうのはね、二所一門の荒稽古と言われるぐらい、まあ、めちゃくちゃ稽古がきつかったらしくて、まあ、そこでねぐんぐん力をつけて、まあ、後にねプロレスラーとして活躍したりする力道山さんなどにも、まあ良くも悪くも目をつけられて、可愛がられていたと、鍛えられていたと。はい、まあ、猛稽古のね、おかげもあってか、1946年の11月場所にデビューしてから、まあ、ほぼ各段優勝に近い感じで、どんどんね、好成績を上げて、なんとね、1949年の5月に、まあ、約束したね、3年より約半年早くね、十両に昇進します。はい、これはね、すごいですよね。まあ、ほぼ素人で入って、まあ、2年半で関取になっちゃったと。しかも当時はね、年6場所はないですから、まあ、年2場所だったり3場所だったり、まあ、そういう時期で、ね、まあ、この上がるチャンス、まあ、もちろん人も少なかったんですけども、まあ、場所も少ない状態で、まあ、しっかり活躍して一気に十両に昇進しちゃうと、そういうことですね。さらに十両もね、二場所で通過します。二場所で通過して1950年にはもう新入幕果たしちゃいますということで、まあ、かなりのねスピード出世ですね。まあ、その後ね幕内で頑張っていて、まあ、1953年に師匠の大野海さん、まあ、内弟子になって入った大野海さんが、まあ、引退とともに二所ノ関部屋から独立するんですね。花籠部屋というものを作ります。そしてこの花籠部屋に、まあ、移籍すると、まあ、そういう形になりますね。ただこの花籠部屋ね、当時はね日本一の貧乏部屋と言われていて、まあ、当初はねその部屋の規模がちっちゃかったからね、すごくね、まあ、その巡業の場所に困ったりとか苦労がね多かったみたいです。まあ、そういう苦労もあったりしたんですけども、入幕後はね幕内の上位に定着していて、まあ、三賞とかもたくさん獲得しました。まあ、三役もね、11場所務めるなど、もうかなりね、力はぐいぐいつけていたと、まあ、そういう状況です。さあ、そんな状況が続いた中、1955年の9月場所に、西関脇で14勝4敗1分けという成績を残します。この時はね、まあ、引き分けあったんですね。はい。この引き分けも、横綱、当時の横綱、千代の山さんと、まあ、水入り取り直しの末、計17分15秒に及ぶ前代未聞の大相撲だったという。はい。まあそういうことですね。17分の相撲って、全然想像つかないですけど、どういうことみたいなね。こう組んでずっと止まってたのかな、お互いこう攻めきれず。当時の、まあ、関脇と横綱がね、水入りのね、17分の大相撲なんてしたら、もう今 NHK の放送あるから、もう NHK の放送どうなんだってなっちゃいますけど、まあ、そんなね、大熱戦を、まあ、したということで、この相撲が評価されて、場所後に大関に昇進することとなります。まあ現在ね、大関に昇進する時の目安、今御嶽海綱取りじゃなくて大関取りかけてますけど、まあ、直近3場所3役で33勝が目安とされているんですが、まあ、この時の若乃花さんは直近3場所の通算勝ち星は、まあ、28勝だったと。まあ、引き分けも2回あるんですけども、28勝ということで、まあ、現在のね、目安から言えば、まあ、かなり甘い昇進だったんですが、まあ、昇進したと。はい。ただね、当の本人も大関になれるとは思ってなかったんで、番付編成会議の朝、家族と共に、まあ、旅行に行こうとしたらしいんですね。旅行に行こっかな、みたいなの言ってたら、まあ、新聞記者にね、呼び止められて、自分が大関になったっていうのを知った、みたいな、まあ、そういうエピソードもあるみたいです。さあ、そうやって新大関になって、若乃花さんなんですが、新大関の場所の1956年1月場所、この場所はね、他の2大関が負け越す中、この場所優勝した横綱の鏡里さんに、まあ、1勝差の13勝2敗という好成績を挙げます。そしてね、自らの大関推挙が間違ってなかったと、これは失敗じゃないよというふうに自分の力をアピールすることに、まあ、成功しました。そしてその次の3月場所もね、12勝3敗で優勝決定戦に出場します。まあ、この時はね、敗れて優勝はならなかったんですが、
そのさらに次の場所でも12勝3敗で優勝決定戦に進出を。だから大関に上がって13勝2敗優勝時点、その次の場所では12勝3敗で優勝決定戦、まあ、ここでは負けちゃうんですけど、さらにその次の場所でも12勝3敗ということで13、12、12と、まあ、かなりの好成績を、まあ、上げることになります。そしてね、この最後の12勝3敗の場所では優勝決定戦にまた行くんですが、ここではね見事勝利し、まあ、初優勝を果たすと。新大関から13勝12勝12勝で、まあ、3場所目に優勝なんてね、もうこんな人現れたらもう相撲ファン歓喜ですよね。まあ、そういう好成績を上げて優勝すると、はい。さあ、そしてこの優勝をね果たした若乃花さん、まあ、若乃花さんのいた花籠部屋、まあ、これはね東京の阿佐ヶ谷という、まあ、杉並区の、まあ、僕のね日大の相撲部の寮があった場所にあったんですが、まあ、この花籠部屋の力士というかね、両国以外の両国近辺の部屋以外の力士が優勝するの初めてだったので、この優勝旗が初めて両国を離れてそれ以外のところに運ばれたと。それがこの優勝らしいですね。はい、この時ね阿佐ヶ谷に続く青梅街道にはね数十万人の見学者が集まったとされています。この優勝パレードですね、この優勝旗持ってオープンカーでっていうね、まあ、とにかくとんでもない騒ぎになって、まあ、なんか電車が止まったりしたらしいですね。この時ね若林さんが乗ってるオープンカーは新宿の西口から阿佐ヶ谷の花籠部屋まで、まあ、大体新宿阿佐ヶ谷ってまあタクシーだとね30分ぐらいなんですけど、3時間かかったらしいですね。もう人がごった返したんでしょうね。まあ当時だからそんなその整理する人とかもね、そんなまあいないかもしれないんで、まあ、とんでもないことになったと。さあ、その優勝した翌場所にね、9月場所に横綱綱取りをかけて臨んだんですが、ただねここでね悲運が起こります。この場所前に若乃花さんの長男だった男の子がこのちゃんこ鍋をねひっくり返してそれをかぶってしまって、まあ、大やけどを負って、まあ、それをもとに亡くなってしまうというね、まあ、そういう事件が起こってしまうんですね。まあ、これにねもちろんお父さんである若乃さんの大変ね心を痛められて、この9月場所のね出場もねかなり危ぶまれたんですが、まあ、この若乃さん気合い入れて出場をね強行します。この亡くなったお子さんのね名をね記した数珠をね、まあ、下げて場所入りして、支度部屋でもねもうほとんど口利かなかったらしいですね。もうとんでもない気迫入ってて、もうまさに危機迫る状態だったらしいです。さあ、その危機迫る若乃花さん、なんとねこの場所初日から12連勝しますね。もう子供亡くしたショックを持ちつつも気迫で12連勝して、もう連続優勝と、もう横綱もう確実だろうと、もう全勝しちゃうんじゃないのと思われていたんですが、まあ体はね限界来ていたのか、まあ、13日目から高熱に襲われてね、まあ、そこからまあ休場となってしまい、まあ、優勝も逃し、まあ、この時のね綱取りは、まあ、夢と消えてしまったわけですね。はい、まあ、ただね皮肉なのはこの事件っていうのが若乃花さんの人気をさらに高めることになりました。さあ、そんな悲運も乗り越えた若乃花さんなんですが、1957年11月場所にはね12勝3敗の優勝時点で、さらに翌1958年の1月場所はね13勝2敗で2回目の優勝を果たします。はい、そしてこの場所の後に第45代横綱として、まあ、推挙されるわけですね。まあ、このね若乃花さん45代横綱になったんですが、昭和生まれでは初めてだったんですね。まあ、時代を感じますね。昭和生まれで初めての横綱で、かつ戦後に初土俵を踏んだ最初の横綱となりました。横綱昇進時のね口上は、横綱として恥ずかしくない相撲を取りますと、まあ、そういうシンプルな口上でした。まあ、この若乃花さん初土俵がね栃錦さんよりも、まあ、遅かったこともあって、番付面ではね常にライバルの栃錦さんの方が先に行ってたんですよね。まあ、大関取りの時も横綱狙ってた時もね常にね惜しいところで栃錦さんに負けていて、まあ、星を落としてね、まあ、逃してきた、まあ、そういう若乃花さんだったんですが、まあ、ただね一方で栃錦さんにとっても何度もね、まあ、全勝優勝や、まあ、優勝をね狙ってる時にね、まあ、若乃花さんに負けてそれを阻まれたりしてるんで、まあ、本当にねすごいライバル関係にあったこの二人なんですが、まあ、お互い横綱になってからもこの最大のねライバルとね常に名勝負を展開
していました。これがね、土地若時代というもので、特にね、年6場所となった1958年以降は毎場所のようにね、2人で優勝を分け合って、まあ、戦後ね、最初の黄金期である土地若時代を実現することとなります。そして1960年3月場所ではね、共に14戦全勝同士で千秋楽に対戦します。なんかこの前もありましたね、まあ、この前はね、横綱白鵬さんと、まあ、大関、当時大関だった照ノ富士の14勝同士の、まあ、千秋楽決戦がありましたが、まあ、この時はね、横綱同士千秋楽で、まあ、対決したと、まあ、これがね、史上初だったらしいです。横綱同士の千秋楽全勝同士、まあ、この時はね、若乃花さんが寄り切りで栃錦さんを破り、初の、ね、全勝優勝を達成しました。まあ、当時ね、この取り組みはもうとんでもないぐらい注目されて、これはね、相撲史始まって以来のね、世紀の決戦とね、まあ、言われたらしいですね。で、この栃錦さんと若乃花さんは共にね、優勝10回ずつと、そして全勝も1回ずつ、連勝記録もお互い24ということでね、もうほぼ五分。さらに直接対決は若乃花さんの15勝19敗なんですが、まあ、決定戦とかね、不戦敗というものを考慮すると若乃花さんの16勝18敗なんで、まあ、ほぼほぼ互角だったと。はい、記録も直接対決もほぼ互角で、まさに土地若時代と、はい、そういう感じだったんですね。さあ、栃錦さんが引退した後は3場所連続で13勝を挙げ、まあ、2回のね、優勝を果たすなど、まあ、土地若時代からね、まあ、一人になって、もうこれがどんどんいっちゃうんじゃないのと思ったんですが、まあ、次第にね、まあ、優勝に絡むこともなくなっていって、まあ、1962年5月1日にね、花籠部屋で記者会見を開き、まあ、体力の限界を理由にね、現役を引退することとなりました。はい。幕内通算546勝を挙げて、まあ、これはね、当時の最多勝記録だったらしいですね。それまで栃錦さんの513勝が、まあ、幕内最多だったんですけど、それをまあ大きく更新する546勝、当時の最多記録を打ち立てたと、そういうことですね。さあ、引退と同時に年寄り双子山となって、双子山部屋を起こすことになった若乃花さんなんですが、もうこの部屋でのね、双子山部屋での指導はもう大変な厳しさだったと。はい、まあ、これもよく聞く話ですね。もう連日とんでもない猛稽古で弟子をね、指導したと言われています。もう稽古時間に起きてこないやつはね、もう布団の上から竹刀でバチバチ叩いたりね、それでも起きなかったらもう布団が赤くなるまで殴ったりと、まあ、とにかくまあ時代が時代ですから、まあ鉄拳制裁を加え、もうボコボコにやりながらとんでもない厳しい稽古してたらしいですね。まあ、その指導もあってか、もう弟子もとんでもなく出世しますね。はい、弟子にはね、まあ、有名な人だけで2代目の若乃花さん、そして第59代横綱貴乃里さん、まあ、横綱稀勢の里さんの師匠ですよね、とか、まあ、自分の弟である大関初代貴乃花だったり、まあ、大関柴島津だったり、もう関取だけで19人、この19人を数えるんですよ。とんでもないでしょ、この一つの部屋でこんな19人も関取輩出したと。横綱2人、大関2人と。まあそれぐらいね、まあそれぐらいまあ強くなる、もちろん素質もあったんだろうけども、厳しい稽古で弟子を育てていったと、となっています。さあ、そしてね、これはやっぱ有名なエピソードなんですけども、弟の貴乃花さんがね、入門してくるときには兄弟の縁を切る、まあ、この二人ね、まあ、22歳だか3歳だか離れてて、結構離れてる兄弟なんですけども、まあ、この縁を切ると、もう兄弟じゃねえよということを条件に、まあ、自らの部屋にね、入門を許した弟の、まあ、貴乃花さんのことは特にね、特に厳しく接したらしいですね。やっぱ自分の弟ってことでね、こう なんか優しくしてると思われたら、まあ、他の弟子にも示しつかないでしょうから、まあ、特に厳しく接したと。まあ、この辺はね、貴乃花さんの時に、まあ、詳しく説明しようと思うんですけども、まあ、特に厳しく接したと。ただ、この1975年にね、3月場所、横綱、まあ、当時ね、まあ、だいぶ憎たらしいほど強いとか、憎らしいほど強いとか言われてた北の湖さんと、優勝決定戦の末に、北の湖さんを破って、もう優勝するんですよね。初優勝。この時はね、当時まだ審判副部長という、まあ、役職だった若乃花さんも、まあ、高砂審判部長のね、まあ、粋な計らいで、優勝旗の授与の代役をね、
任されたんですよね。まあ、自分がね、自分の弟でもあり特に厳しく接していた初代貴乃花さんが、まあ、優勝したということで、まあ、このね優勝旗を渡す時にはこの土俵の鬼と言われていた若乃花さんも、まあ、目に涙があったと言われています。さあそして1988年には日本相撲協会のね理事長に就任します。まあ、この時点で部屋頭として引っ張った花籠部屋の他にも自分が作った双子山部屋、さらに阿佐ヶ谷にあった離れ駒部屋から五横綱三大関を輩出していたんですよね。五横綱三大関を輩出するもうまさに阿佐ヶ谷勢と呼ばれていて、もう相撲界のね一大勢力となっていたわけですよね。まあ、阿佐ヶ谷これがね相撲の町と言われるゆえんですね。まあ、今はね相撲部屋阿佐ヶ谷なくてもう日大相撲部だけがあるというそういう状況なんですけども、まあ、当時の阿佐ヶ谷勢と、まあ、そういうものを作り、東の両国西の阿佐ヶ谷と、まあ、言われる、まあ、大相撲界のね二大拠点をね作り上げた、まあ、立役者となりました。まあ、両国はね国技館あるから当たり前としても阿佐ヶ谷という土地を相撲の町にしたのは、まあ、このね若乃花さんの力もあったと思います。さあそして1992年の1月場所にはね理事長最後の場所で自分のね、まあ、甥である、まあ、甥であり、まあ、孫弟子にあたるね高花田、当時の高花田、今の貴乃花さんがね初優勝を果たすと、はい、自分の弟の息子が初優勝を果たすと。でこの時はね自分の弟の初優勝の時とは違って、まあ、理事長としてね堂々と自らの手でもうこの天皇支配を孫弟子である貴乃花さん、当時の貴乃花田さんに、まあ、授与することができたと、はい。まあ、この時のことをね夢のまた夢と語って、まあ、理事長としてね有終の美を飾りました。まあ、この時もね感極まって、まあ、涙していて、まあ、鬼の目にも涙と言われましたね。自分の弟だけじゃなくね、もう甥っ子にもね弟の息子にも、まあ、優勝旗を渡すことができたと、これもすごいですよね。はい。まあ、そしてね2010年に腎細胞がんのために、まあ、死去されます。82歳5ヶ月長生きでしたね。まあ、これはね歴代横綱としては、まあ、第3位のね長寿記録となっています。はい、いかがだったでしょうか、ね、若乃花さんの人生、もう土俵の鬼と言われてね、もうほんと戦後もうほんと焼け野原になった日本の、まあ、片田舎から出てきて、まあ、息子を亡くしたり、まあ、そういう悲運を乗り越えてね横綱になって、猛稽古で横綱になって土俵の鬼と呼ばれたと、まあ、まさにねこの若乃花さんの活躍に、まあ、当時の日本の人は、まあ、戦後日本のね復興の姿を重ねたと言われています。まあみんなに愛されたね若乃花さんなんですけども、まあプライベートではね、まあ結構ね、まあごちゃごちゃ家族の面でいろいろあったりとか、まあ自分の弟である貴乃花さんが、まあ自分より先に死んじゃったりとかね、甥っ子二人が喧嘩してバチバチになっちゃったとか、まあ娘とね結婚させた二代目若乃花さん離婚しちゃったりとか、まあ隠し子がいてとかなんたらかんだとかね、まあまあ時代もあってなんかいろいろ今のね現状のモラルで当てはめるとちょっとどうなのみたいなところもあるんですが、まあ、当時の人にはね、まあ、とんでもないスターであったと。そしてなおかつ相撲界に残した功績も花田家ロイヤルファミリーのね一人目として、まあ、輝かしい功績を残したという人でした。はい。さあ次はねこの若乃花さんの実の弟にあたる初代貴乃花さんについての動画を出したいと思います。ぜひそれも見てください。まあ若乃花さん、まあ、多分リアルタイムで見てた人っていうのはもうほぼいないと思うんですけども、まあ、なんかね思い出とかエピソードある人はコメント欄に書いてください。またこの動画ね良かったと思っていただいた方にはグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日は終わります。アディオス。